見た目は普通だけど着ると冬の日常に着るアウターはダウンなものとダウン以外なものに分かれると思います。後者のダウン以外なものパタゴニア製品で、まあ、カジュアルなラインでいくとレトロ X、イスマスパーカーなどがあると思います。テクニカル系なウェアでいくとマイクロパフやナノパフ、そしてダースパーカーなど様々なものがあると思います。なんとなく僕のイメージでパタゴニア好きな人ってこのダウンではないウェアの方がすごい好きな方が多いのではないのかなって思っているのは気のせいでしょうか。洗濯が大好きな僕もこのダウン以外のウェア非常に助かります。QOL、クオリティオブライフ、生活の質を向上させるために薄くて暖かいアウトドアウェアを着ているというのも一つ、冬少ない枚数で動きやすくいるための目安としてトップスは3枚にしたいんですね。まずアンダーウェア、そしてこういうフリースとかパーカーなどの、まあ、中間着、そして外に出るときに着るこのアウター。そんな中これ以上寒くて暖かくなりたいなっていうときに着る枚数を増やすのではなくダウンの力も借りたいっていうときに着用します。本日はこちらのダウンセーターについてお話ししていきます。まあ見た目的なところでいくとすごいスタンダードな普通なダウンですよね。この胸のロゴを隠してしまったらユニクロとかのダウンとほとんど変わらないです。なんですけれども着ると分かります、非常に暖かいんです。この使われているダウンが800フィルパワーっていう高品質なダウンが使われております。なので見た目のボリューム感は同じでも着心地が軽くてそして暖かいんです。ダウンセーターに暖かさを求めているとはいえ暑すぎず薄すぎないので非常にいいバランスの暖かさなんですね。ダウンのデメリットといえば洗濯が一番気になりますよね。公式のホームページによりますと洗濯することは可能ですとは書いているんですけれども洗濯の方法であったり洗剤また乾かし方については他のウェアと同じではダメっていうことでいろいろと説明がされております。家庭用の洗濯機で洗い乾燥に至るところまで全て家の中で完結させております。その中で一番手こずるのはやはりこの乾燥の部分になります。乾燥機があれば早く乾かすことができるんですけれども乾燥に非常に時間がかかります。それ以外は問題ないです。ただそれがちょっと面倒くさいっていうところが難点かな。はい、じゃあ実際に着用していきます。身長が172センチ体重が58キロ、やや痩せ型でS サイズを着用しております。パタゴニアのアイテムは大体が S サイズを着用してちょっとタイトに着たいなっていうものが一部 XS だけどスタンダードは S を着ていてこちらも漏れなく S サイズを着用しております。M サイズだとおそらく大きすぎて XS だとインナーに着るにはいいんだけれどもこういうシンチラみたいなものを中に着た時にはちょっとゴワゴワ感があるかなというところです。ちなみにこのシンチラの上にこのダウンセーターを着るっていうのが今年の僕の冬の最強の組み合わせです。まあポケットは右と左についていてそれぞれジップがついています。フロントにもジップがついていて、まあ、上まで締めることができます。で安定の YKK で僕が大好きなちょっとプラスチッキーな安っぽいジップなんですけれども非常に開け閉めが楽で好きなやつです。左胸の内側にもポケットがついておりまして
この中にパッカブルすることができますので、ちょっとやっていこうと思います。まあ、河川の場合これをあんまり意識しないでわーっと詰め込んじゃうんですけど、ダウンの場合ちょっと羽潰れちゃったりとかするので、あんまり頻繁にはやりたくないですけど、まあまあまあ、でもね、たまにこう持っていくときとか、スタッフバッグ忘れたときとかに使うにはいいですよね。こんな感じで結構余裕があるように入れられますので、はい、だいたいこんな感じですね。結構小さいです。袖の長さも程よい長さで、長すぎず短すぎず、そしてマジックテープとかがなく、シンプルな構成なので非常にいいですね。腕まくりとかした時にもいい感じに収まってくれます。ダウンジャケット自体にフードがついていないので、中に着るものをフードありにすることもできますね。こんな感じです。後ろからこうね、フードが出ているのが結構可愛くて僕は好きです。まあ、レトレックスとかもフードがないので、この中に着るものをパーカーでも OK だし、このフードがついていないものも OK っていう、まあ、選べるところが非常にいいですね。本来このダウンってこのふかふかの中に自分の体から出る熱を閉じ込めることによって暖かさを出してくれるものになりますので、あんまり中に着込まないで着る方が暖かいなんて言われております。まあ、こんな感じにアンダーウェアの上にダウンセーターを着るような形でも全然サイズ的に大きすぎるっていうことはなく、非常に軽くていい感じです。確かに全然寒い感じはないんですけれども、本当にこう軽いのでなんか不安な感じがあるっていうのは、あの以前マイクロパフを着た時と同じような感覚で、なんか軽すぎると不安になっちゃうんですよね。フードがついていないアウターの特徴として、まあ、この首元のところにもこうオプションを追加できるっていうところで、まあ、マフラーなんか、ね、してもこういいですよね。はい、こんな感じでいくともうかなり冬最強です。まあ、あとモデルによって結構シルエットが変わってきます。一昔前のダウンセーターの方がちょっとワイドめでしたっていうところもありますので、まあ実測で確認するのがよろしいかと思います。でちょっと余談なんですけれども、どうしてもアウターってやっぱり数をたくさん揃えることができないっていうところで、ベーシックな黒とか選びがちになるじゃないですか。そうするとこのパンツとの組み合わせで割と暗めな色に寄りがちになる。ちょっと勇気を持ってこのアウターの方も黒ではない鮮やかな色だったりとか選ぶと結構印象が変わってきますね。こういうあのチノパンってあるじゃないですか。この色のこのチノパンって割とどんな色とも合わせやすいじゃないですか。まあ、それと一緒でその色を上に持ってくることによって、まあ、黒っぽい色とも大丈夫ですし、こういうカーキのチノパンとのコンビネーションでもそこまであの悪くないと思いますので、黒以外をね攻めてみるっていうのも、まあ、おすすめです。色とかの組み合わせについても、ちょっと別の動画でお話ししていきたいなと思っております。はい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 、いかがでしたでしょうか。ダウンセーター、私のように通常はナノパフとかマイクロパフとかレトロ X とか河川以外のもののアウターを着ているんだけれども、どうしても寒い1月とか2月の季節、または夜に出かける時のためのとっておきの1枚が欲しいなっていう方で、他のダウンでは結構分厚すぎて暖かすぎる、または、その逆に
薄すぎて暖かさがダウンだけどちょっと足りないなっていう方、シンプルな見た目がいいんだけれどもやっぱり軽くて暖かくて所有欲を満たしてくれるダウンがいいという方、もちろんアウトドアに使えるのにもバッチリ。パタゴニアのアイテムを選ぶ上で一つの指標としているのがどれくらい長い期間発売されているのかっていうところもあります。特にこのダウンのアイテムは結構毎年いろんなものが出ては廃盤になって多いんですけれども、ダウンの中で唯一ここまで長く発売されているっていうのはダウンセーターだけなんですね。なのでパタゴニアのダウンでは僕は一番おすすめできるのはこちらのダウンセーターです。こちらのチャンネルではこういったパタゴニア製品のお話であったり、日常生活の中で出会ったうわーこれめちゃめちゃいいな、みんなにおすすめしたいなっていうもののレビュー、あとは Vlog とかを発信しておりますので、まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。最後まで見てくださってどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よく見ると柄が入っているんですね。これが非常に良い。僕はなんかこう柄のついているものがすごい好んでしまうんだけれども、これにはいろいろと理由があって、ちょっと柄物についてまた別の動画でこのメリットをね語らせていただきたいと思いますので、楽しみにしててください。この薄い柄なんだけどね、めっちゃいいんですよ。